Buone notizie dall'Italia circa la verità. 真実についてイタリアから良いニュース。哲学は常に真実を知るために研究されている。真実は哲学の究極の目標です。それはよく知られている。しかし、あなたは常に真であることが、真実は矛盾してはならないと信じていた。ニュースはイタリアから来ている。それがこれです。真のように見る真実は矛盾でなければならない。すでに哲学者のコパンはこのようなものを確認した。イタリアではサポートされている真実は絶対的です。それはちょうど2つの等しく、反対の真実を含む。第三動的な原理は作用反作用で、等しいと対向かいに真実を述べて、第三動的な原理は作用反作用で、等しいと対向かいに真実を述べて、反対向きに等しいと自他は、楽電気のない真実が存在することはできません。簡単な言葉に翻訳、また、悪が存在する場合にのみ良いが存在する。dalla duplice verità. 実際には悪がないのなら良いものを知っているだろう。ない貧困がなかった場合、我々は富が何であるかは分かりません。ない地獄がなかった場合、我々はそれが楽園であるか知っているだろう。これは何の真実が、それは矛盾されている場合にのみ真であることを意味する。これはそれと矛盾することに等しく、反対の場合にのみ何かの真実は真であることを意味します。また任意の質と量は、それが矛盾されている場合にのみ真であることを意味かう。ではその後の質問は、地獄があるかどうか我々は以下のものを言うことができる。天国、すべて良いと肯定的な感情として否定的なものが必要になります。天国、グッドとそれぞれ制度。しかし彼らはこのレポートの必要性を受け入れた後、負けの根だけの永遠の痕跡として残っています。我々は永遠にして勝利の永遠の喜びのために最初のゲームを失うことに同意する必要があります。